こんにちは。ダブリータウン生駒の時間です。この番組は生駒市で行われた催しやトピックスなどをお伝えする生駒市の広報番組です。毎月1日と15日の2回更新してさまざまな情報をお届けしています。それでは今回の内容をご紹介します。今回は3月11日に行われた福祉センター祭の模様と3月17日に行われた羽ばたき演劇鑑賞会の様子、そして3月18日に開かれた春の図書館行事バブおじさんと愉快な靴下人形を作ろうの模様をお送りします。では初めの話題です。3月11日生駒市福祉センターで第21回福祉センター祭が開催されました。このイベントは障害を持つ人や高齢者の自立・社会参加を支援するもので、福祉センターで活動する教室の受講生やボランティアグループの皆さんが1年間の成果を披露しました。フレンドルームで行われたのは体操教室などの発表会です。ドレミの歌などの曲に合わせ皆さん元気に体を動かしていました。そして作品展示コーナーにはそれぞれの教室で制作した力作が展示されました。この鮮やかな色合いの洋服、これは棹織織という手法で織られたものです。棹織織とは色彩や素材、織り方も自由という感性を最大限に引き出す織り方で、どの作品も世界に2つとない個性豊かなものに仕上がっていました。こちらは本物の花と見間違えるほどのパンフラワー。そして展示サークルでは1冊作るのに数人がかりで1ヶ月かかるという展示で書かれた芥川賞と直木賞作品を紹介するほか、展示の打ち方の体験コーナーも設けられ、訪れた皆さんは自分の名前打ちなどに挑戦していました。その他にも生け花、書道、陶芸など皆さんの力作がたくさん飾られていました。また会場でにぎわいを見せていたのが模擬店です。たこ焼きやうどん、みたらし団子などが低価格で販売され、皆さん食事をしながら家族や仲間同士で楽しいひとときを過ごしていました。今年はリサイクルのトイレットペーパー生駒市の販売も行われ、その売り上げは東日本大震災の義援金に充てられるとあって、皆さんは積極的に購入し完売となりました。では続いての話題です。3月17日北コミュニティセンターイスタ羽ばたき小ホールで羽ばたき演劇鑑賞会が行われました。舞台で演じるのは今年で7年目を迎えたシニア劇団楽楽演劇塾の皆さんです。
今回は劇団員のお孫さんたちも加わり、井上久志作の群読劇水の手紙を演じられました。水の手紙は世界のさまざまな国が抱える水資源問題の実情を手紙として紹介し、自然との共生を訴える物語です。団員の皆さんは去年日本を襲った水による災害を思い起こし、今は水に恵まれている日本も、今後は水のことをもっと考えないといけないという思いで、この演目を選んだそうです。それではご覧ください。この謎が、長い川だ。アメリカ合衆国のワイオミング州に始まって、コロラド、ユタ、ニューメキシコ、ネバダ、アリゾナ、カリフォルニアと6つの州を流れて、おしまいにメキシコのカリフォルニア湾に注ぐのだから、コロラド川は大きな川だ。メキシコの首都、メキシコシティの小学生です。この間、学校の体育館がぐらりと右に傾いて大騒ぎになりました。メキシコシティは海抜2200メートルの高原の都会、夏が涼しくてとても過ごしやすいところです。欠点は雨が少ないこと。地理の教科書に日本の年平均降水量は2000ミリもあると書いてありましたが、メキシコシティにはその4分の1も降らないのです。それでメキシコシティでは2000万近い市民のためにポンプで地下水を汲み上げています。でも水を汲みすぎました。地下水の水位がこの50年間に20メートルも下がって、それにつれて地面が沈むんです。体育館もそのうちに倒れてしまうでしょうし、やがて町のあちらこちらで建物が傾くかもしれない。そう思うと私は眠れなくなります。怖いんです。会場は立ち見が出るほど大盛況で、出演者の心のこもった演技にあふれんばかりの拍手が送られました。楽楽演劇塾はイスタ羽ばたきで開講された楽楽演劇講座の卒業生が立ち上げた劇団です。年に1回の劇場公演や老人ホームへの出前公演も行っています。団員募集も行っていますので、お芝居をしたいという方は参加してみてはいかがでしょうか。では続いての話題です。